徳島市中吉野町の住宅街。あれ、なんだろうこの香ばしい香り。水谷コーヒー店、いい匂いするな。いや、これはちょっとお邪魔してみよう。創業から35年が経つ水谷コーヒー店、今は閑静な住宅街の中にあるが、もともとは徳島市蔵元町の県立中央病院のすぐ前にお店を構えていた。そして8年前に店舗を広げ、メニューも充実させようとこの場所に移転したそうだ。店を切り盛りするのは2代目の水谷壮太さん。高校卒業後、和食の料理人として県内各地の飲食店で修行し、店長を任されるまでになった。しかし両親が営むこの店の移転を機に家業を手伝うことになったという。ここに移転するときに、その母か父からか手伝ってくれないか、それでまあ僕がいいよっていうことで。いや、やっぱり難しいですよね。家族間経営になりますので、その言いたいことを言いたいように言ってしまう。どちらかというと母と喧嘩したと思うんですけれども、これで僕が一度辞めたこともありますので。ここ親子3人でリスタートして4年が経つ頃、方針の違いから母と衝突し、水谷さんは店を離れてしまった。そんな時だからこそ悲劇も重なる。母の加穂子さんが病に倒れ亡くなってしまったのだ。水谷さんは再び店に戻ることになった。母は僕に継がせたくてこの店を始めたっていう経緯があるんですが、せっかく母が残してくれたお店があって、で父だけではやっぱりやっていけないので、僕が入った方がいいのかなということで。新たな決意を胸に店に戻った水谷さん。それは母が残してくれた店をさらに進化させること。コンセプトは料理が美味しいコーヒー店。ここのお店の味、まあコーヒーもそうですが、ある程度下地のあるものは置いときつつ、新しい風を取り入れていくっていうところですかね。毎日の日替わりの中にあるワンプレートとかでもそうですし、そういうところで創作性ですとか季節性を持たせてやっていってます。人気を呼んでいるのはワンプレートランチだ。この日のメインはハンバーグピッツァイオーラ。手作りハンバーグにたっぷりのトマトソースをかけ、ベーコンと野菜、モッツァレラチーズを乗せてこんがり焼き上げる。副菜やデザート、自家製スープをセットにして彩り豊かに仕上げたプレートだ。なんとも華やかでワクワクするプレート。ではこのピッツァイオーラっていうやつからいただきます。あ、お肉ふわふわ。まずはこのベースのハンバーグ、肉の弾力も残しながら非常にふわふわの食感が感じられる。噛むごとに肉汁が染み出て、お肉の旨味が口いっぱいに広がっていく。そしてこの上のチーズとベーコンのコク、さっぱりとした酸味のトマトソース、これが見事な調和をたたえて、いや、これはちょっと美しくデザインされたお味。うまい。このかぼちゃの冷製スープも美味しそう。ひんやりとした口当たりの後にかぼちゃの優しい豊かな甘みが広がっていく。後味は非常にさっぱりしていて、いや、これも体が喜んでる気がするな。いや、これはボリュームもあって
非常にヘルシーなプレート最高。もともとはコーヒー専門店というだけあって、もちろんコーヒーは自家焙煎にこだわっている。中でも看板メニューの水谷ブレンドは、豆の産地や焙煎方法を一切変えず、創業当時から受け継いだ味をしっかり守り続けているという。コーヒー豆のこの香ばしい香りがたまらんな。いただきます。芳醇。まずはじめにこの心地よいほろ苦さのビターな風味が口に広がって深いコクが感じられる。そして後からほのかな甘みも漂って、いやこのコーヒーすっきゃわ。ちょっと珍しいメニューもあるという。水谷さんが好きだった蕎麦屋さんの味を引き継いだ手打ち蕎麦だ。高齢で店を閉めた店主に打ち方を教わり、試行錯誤しながら完成させた。もともと僕はすごくお蕎麦が好きで、やっぱり自分が好きなものを取り入れたいっていうのがありまして、でお蕎麦自体コーヒーとの相性がすごくいい食材っていうふうに僕は思っているんです。例えばケーキにしてもそうですし、パンにしてもそうですし、コーヒーのサイドメニューとしましてはやっぱり穀物類が絶対的なんです。そばも穀物ですので、その時点でまず間違いないのかなと。風味を逃さないようにやっぱりそばらしく、そばの匂いをちゃんと感じて食べてもらえるようなそばにしようと思いながら売ってます。コーヒー店の2代目店主が売った手打ちのかけそば、そのお味はいかに。コーヒー店でお蕎麦いただくってちょっと初めて。いただきます。おお、まいったなこりゃまず噛むと口の中に蕎麦の豊かな香りがふわっと広がって、この歯触りと喉越しはやっぱり手打ちならでは。そしてこのお出汁、魚介と昆布の豊かな風味とコクが感じられて、いやこの手打ちのそばには最高に相性がいいな。コーヒー店でこのそばがいただけるとは、これはビッグサプライズ。すごいわ。料理人として様々な経験を重ね、家業を継いだ2代目店主。両親の意思を受け継ぎ、コーヒー店の新たな可能性を切り開くその姿は、まさに慶応傀儡。いや、絶品のコーヒーとランチとお蕎麦、美味しかったです。家業ですので、ここがあって当たり前で、僕の中では思ってます。今でも空耳のようにソータって呼ばれるような声がする気がするんですよ。いや絶対怒られると思いますよしっかりしようみたいな感じでね、叱咤激励されると思います。いやー、コーヒーとお蕎麦ってあんなに合うんやな。これは新発見。ちょっとみんなにも教えてあげよう。